今日50万人ですよ拍手絶対に YouTube では成功しないと言われた石川宗樹ねえ、豊臣秀吉バリに出兵し、えー、長い時間をかけて今日50万人突破いたしました。ありがとうございます。いやー、誕生日月。なんならもう1週間経ってないですからね。そう。んで50万人というところで。嬉しいよね。だって切り抜きだけだよ。ほぼ。YouTuber じゃないんだよ。 普通さ、YouTube 用に動画撮って、緊急で動画回してるんですけどって言って、回して、動画撮って、やるわけじゃん。けど、切り抜き。もう、ほぼ全部追加するですよ。99%追加する。1%ぐらい外部の切り抜きも入ってるかな。やっぱその自分たちの生放送、俺たちが作ってきた生放送が、動画にしても、一定の評価をいただける。動画にしても、楽しい、面白いって思ってもらえたからって思うしね。 切り、うん、のいい数字でございますけど50万本当嬉しいよね、まあ、長かったけども、うん、切り抜き職人のおかげねそうやねみんなのおかげですよ、うん、職人だけじゃなく見る人もあってねまあのりラジってのはみんなで作ってますからねだって俺がやってきた企画も全部自分が思いついたもんじゃない全国のお祭りもそう企画にしてもそういすなからお便りメールもらってこんなんどうですかあんなんどうですかって言われながらもねえ そうやって言ってもらえて、で、その中で自分がやりたいなと思ったものをやるわけですよ。あ先日の秋田のお祭りなんかもそうだし、その他のお祭りなんかもそう、悪態祭りなんかもそうだけども、これもだって別に自分が知ってたお祭りじゃない。お便りメールとか、X のリップとか DM とかでこんなとのありますけど、どうですかって言われて、じゃあ行ってみようってうのですから、あ,あの俺一人が作ってきたもんじゃないですからね。本当になんか一生になって作ってきた結晶なのかなっていうふうに思いますけども。ね ありがたい話でございます。やっぱめちゃくちゃ嬉しいよ、そりゃ。だって、放送が評価されたってことじゃん。うん。放送が。動画化じゃないですよ。放送が評価された。まあもちろんその職人さんの切り抜きの仕方もありますけど、その動画の元って、源って配信ですから、やっぱ配信が一定数で評価されたんだなって思うんで、なんか、すごい、あの、嬉しいなっていう気持ちですわ。これはチャリでステッカー売らないと進まないよ 俺がチャリでステッカー売り始めたらもう全部とつくんや坂一個登って下ったらすぐリスナー来るやんほ、うんでまた次も来るやん信号ごとにリスナーおるやん進まないでしょだってそれ横浜行くのに2日かかるよそんなんやったらチャリンコでリスナーステッカーとつまちとかやったらさ大変なことになっちゃうでしょそれねえサンサンの台風じゃないんだからさいたま市戸田市付近にある石川の竜木は、えー、時速2キロのスピードで、えー、南に進み、えー、今日の夜 うー9時頃に、えー、新宿に到達するでしょう。じゃねえんだよ、お前。午後になってブヒブヒが増し。最大瞬間風速は30メートルを超えるでしょう、みたいな。なお、夜にかけてはさらにブヒリが増す予報ですって。ね、予想です、みたいな。あと、コメント欄ではかなり荒れており、みたいな。ところどころで人が倒れておりますって。なお、午後までに3つのアカウントが吹き飛びましたって。コメントには気をつけましょう。みたい不要不急のコメントは禁止ですって。なるでしょ、そんなの。ダメだよ。やりたいけどね、でもね。 やりたいけどね、またチャリ旅みたいなのね。ちょっとやりたい気持ちはあるんだけどね。どういう形が今に合ってるのかなみたいな。考えるね。昔と同じだとちょっと難しいじゃん。まあそんなすべでございますが、今日はちょっとあの、データを公開させていただき、今こんな感じですよ、みたいな。ね、その後あの、リスナーにアンケート取りたいので、ぜひともあの、めっかっじって起きてもらって、アンケートに答えてくれたら嬉しいなと思います。ノリラジ解析ですね。まずは、 えー、性別でございます。YouTube ね。はい。前回やったの10万人ぐらいかな。10万人だから20万人の時にやりましたけれども、50万人になりまして、果たしてどうなってるかというところで、YouTube のチャンネルって、まあもちろんみんなの個人の名前はわかりませんけども、ある程度性別とか年齢とかっていうのがわかるんですよ。そう。まあただ、あのー、 YouTube、Google に登録してるものなんで、必ずしも正しいかって言ったらそうじゃないんだけど、まあ、参考にはなりますよって感じ。まあ、嘘を入れてる人もいますからね。なんとも言えないですけどね。まあでも、税理が嘘ついてるわけではないと思うんで。はい。参考程度に見てください。性別。こんな感じでございます。はい。 えー、過去28日間でございます。約1ヶ月ですな。1ヶ月、えー、見てくれた人の性別でございますが、えー、男性が82.1%、女性が17.5%ですね。はい。いや、これでも女性かなり増えた。前男性90%ぐらいなんで、うん。なんで、なんか7.5%ぐらい、10、なんか1超えてるんで、まあ、かなり増えたのかなっていう感じはしますけどもね。うん。なんで、多分おそらく、 YouTube のチャンネルの人数が増えていった中で女性の割合が増えてきたのかなという感じです。ユーザーによる設定はちょっとよくわかんないけどね。はい。男が82%で女性が17%という。うん。まあだからこの女性の17.5%頭いかれてるでしょ。どう考えても。うん。こんなに悪口って見るやつはもう、ド M かいかれてるしかない。うん。もう普通じゃないですよね。17.5%は。だから、あの、17.5%の内訳としては、 半分かれてる。半分俺のことめっちゃ嫌いで見てるんだと思う。17.5%をさらに分けるとすると、半分は怒れてるんですよ。ただ悪口言われすぎて脳がとろけてしまった、えー、みたいな、同人誌でよく見るアヘ顔のタイプの、なんか、えー、みたいなやつで、もう半分は、もうめっちゃ俺のこと嫌いで、覗き、覗いちゃう人だと思います。はい。女性の。で、多分そうだと思うんだよね。 なんとなく、その生放送、こうやって、普段ツイキャスやってるじゃん。コメント見ててもそんな気がするんだよ。半分は多分俺のこと好きなんだよ。ノリらしい、石川のりゆき、との豚って言って見てくれてるけど、半分は多分、めっちゃ俺のこと嫌いなんだろうなーっていう。自分が生理的に、生理的に受け付けないタイプの男、めっちゃ嫌いだから消えてほしいみたいな感じで、確認しに来てるよなっていう感じがするんだよね。うん。 で、男の82%はどうかっていうところで、俺はこれはね、やっぱ若者増えたと思うんだよね。なんかね、リアトツ見ててもね、目がキラキラしてるんだよ。うん。なんかね、ドリンク持ってきたりとか、お菓子持ってきたりとか、なんか差し入れしながらね、お地蔵さんかって感じだけどね。なんかみんな持ってくるじゃん。ああいう姿見ててもなんかキラキラしてるなっていうので、若い男の子が増えたかなっていう。今までノリラジに足りなかった部分が、 YouTube で足されたのかなと思ってます。なんか、放送してるとさ、あんまり若い子がいるっていうのがわからないじゃん、コメント欄から。じじばばっていう。うん。ツイキャスはね、じじばばっていう。だからずーっとツイキャスだけやってると、どんどん高齢化が進んでいって、老人ホーム化するんだよ。ダッシャーでプッを入れ歯飛んでくるみたいな。そう。どん,どん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 高齢化が進んでいくわけですよ。生放送重ねていくとね。 うん、だってそもそもさ、主が39歳なわけだから、39歳の雑談が聞けるっていうのはさ、やっぱ年近い人が多くなるじゃん。なんなら上の人たちが多くなるじゃん。そう。だから、生放送続ければ続けるほど、あの、リスナー視聴者の年齢もどんどん増していくと思うんだよ。主に合わせてね。うん。どんどんどん,どん高齢化が進んでいくと思うんだよ。だけどその高齢化に、ちょっと待ったって言って、若者が足りてないと。そう。ちょっと待ったしてくれてるのが YouTube かなって思ってます。 だから普通に放送していたら一番足りてないのは若い男女じゃない。うちは。だって配信内容はさ、天気とか、お祭りとか、雑談とかだから、若い子が楽しむっていうよりかは、 えー、大人の人たちが楽しむ配信内容じゃん。若い子たちは、とつまちとか、そう、ニュース配信とか、そういうのが好きだからね。うん。なので、放送してたら足りてない若い子たちが、YouTube で補われてるのかな。で、今、その YouTube から、え、石川のりゆきってツイキャスやってるんだ。じゃあ、石川のりゆきのためにツイキャス入れてみるかって言って、来てくれた人が、重なって、今この閲覧になってるのかなっていう。ババアで何が悪いそういうとこ。悪いって言ってるわけじゃないのに、勝手に悪いと思ってて噛みついてくるところが、ババアなんだよ。 そういうとこなんで、若い子そんなこと言わないから、ね、俺、ババアって悪いって言いましたババアが悪いなんて言ったなのに、勝手に悪いって言われたと思って、ババアで何が悪いって言ってくるところが、めちゃくちゃババアなんですよ。そういうとこ、すぐにネガティブで受け止めるところ。で、その後に、ふてくされながら、ごめんね。悪かった。みたいな。もう、もう、そういうこと言えないから、みたいな感じで言ってくるじゃん。しかも、何にも反省してない。どうせ、クネクネしてるから言ってんだよ。文字でね。ごめんね。みたいな。そういうとこなん。 そういうところがババアなんだよ。ねえ、悪口で言ってないじゃん。うん、事実を言ってるだけじゃん。じじいとババアが放送には多いよって間違ってないでしょ。ほんなじじいがババアって言ったって悪口にならんでしょ。若い子がババアって言ったら悪口だよ。例えば、男子高校生が30代、40代の女性にババアって言ったらそれ悪口よ。でも40手前のおっさんが40手前の女の人にババアは悪口なのかそれは。 ね別に悪口ではないでしょ、別に。うん。そんなの。仲間じゃんだって。だけど、まあ最近その、やっぱり放送で足りてない部分の10代、20代って子たちが、まあ動画で、こう、満たされてるのかなっていう感じがします。じゃあ年齢別。年齢別で見ていきましょう。こんな感じ。はい。うん。13から17。18から24。25から34。35から44。45から54。55から64。65以上ということで。 分かれておりますが。えー、っと、一番多いのは、18から24。これは驚き。ねえ。半、ジポ。うん。すごない。18から24が一番多いのつべ。ええー、ダメでしょなんなら、35から44の、俺の世代、少な、3番目なの ねえ、18から24、25から3の次なの一番暑いのかなと思ったんだけど。あ、そうなんだ。だってこれ、ね三34歳以下でこれ、5、58.3、58、67.3?67.3% が34歳以下ってことでしょあ、そう。うーん。65%以上が34歳以下。 俺より年下。俺の YouTube 見ている65%以上が俺より年下。ジュース買ってこいよ。ねえ。どんだけ後輩がいるんだよ、後輩が人生の。え若いやつしか見てねえじゃねえかよ。ジュース買ってこいよ、ほんとに。なあ。そんなにこれ驚きだね。ええ。18から24が一番分厚いんだって。確かに最近リア突っ声かけてくる人も若い子多いもんね。ね。 すべの年齢層。ピーチネクター買ってくるっていう。いや、俺殺す気か、お前、それ。一番飲んじゃダメなやつだよ。倒れるやつだよ、お前、それ。間違いなく、富士山の山頂でピーチネクター飲んだら倒れるからね。100%。殺人ドリンクだよ。うん。カルピス、一緒だろピーチネクターもカルピスも、雨のいっぱい入ってんだから、お茶にしろよなんだよ、お前。えお前、先輩に噛みついてんじゃねえぞ、お前。体に、ピースじゃねえよ、お前。中指だろ。体にピースじゃないよ、俺に対しては。 中指だろ。ぐんぐんぐると。もう口べちょべちょになるやつ、それ。山で飲んだらもう、めっちゃうちゃになるやつ。ぐっちょうでないやつ、それもう。おっさんの寝起きみたいな口になっちゃうでしょ。ぐんぐんぐるとなんか飲んだら。っていうことが分かりましたけど、これ驚きですね。つーことは、20、20代から30代前半、20代、まあ、30代前半以下の男の子たちがめっちゃ多いってことだろうね、多分ね。 YouTube 見てんのはね30代半ば以下の男の子たちがめちゃくちゃ多いってことやねでしょうね,ね多分35歳以上は多分ツイキャスから見てくれてるとかそんな感じやろうねこのデータからするとねまあそもそも俺より年上のおっさんおばさんが YouTube でめっちゃ動画検索して見るってイメージあんまないもんな好きなものだけを見るっていう チャンネル登録して、なんかガンガン検索して、ガンガン飛んでって、ガンガン見るってイメージあんまないんだけどね。まあ確かに中には、その、ネット通の人がいて、見る人もいるかもしれないけど、なんか割かし結構、YouTube は好きなものだけ見て、それ以外はなんか Netflix とか、うん、Unext とか、ああいうので映画見たりとか、なんかそっち行ってそうなイメージではあるけど、わかんないです、実際はね。うん。それなんでそう思うかっていうと、 ま、混んでる電車とか乗った時に、俺より年上のおじさま、おばさまとかの系で、まあ、見えちゃう時あるじゃん。なんかね、野球の動画見てたりとか、あの、映画見てたりとかが多いんですよ。なんかあんまなんか YouTube ガンガンこうやって見てるイメージなくて、実際、電車の中で見るとね。うん。で、若い子たちは結構 TikTok とか YouTube とかパッパッパッパ,ッパッって見てんだけど、おじさま、おばさまは、なんかわりっかし一本動画見てるんですよね。うん、漫画とか。そう。だから多分、 このデータから35から44、45から54は、55から64はツイキャスメイン層がクリックしてくれてるのと、あとプラス YouTube からって感じがする。まあ、めっちゃ俺のこと見てくれてるみたいな。ね感じしますけどね。面白いよね。いや、若い子増えたな。そして女性が増えたな。うん。あ、終わりだ石川の力チャンネルもう女増えたら終わり。うん。もう女が増えたらもう終わりなんですよ。うん。 コンテンツっていうのは。終わりだ。もう10、10%超えちゃったもん、だって女が。だって前はさ、1桁だったよね。90%男だったのに、もう10%超えちゃったもんだって女がだって前はさ一桁だったよね9 0男だったのにもう1 0超えちゃったもんだってこれ。終わりだよ、これ。あ、うん、もうどんどんコメントもおかしくなるよ、これ。ね、ええマジでさ。だって、ちょっと前まではさ、YouTube から来たっていう女の人いなかったのにさ、来始めたもん。東京徘徊物語とかで来始めたもん、ちょっと。ピチピチ系が。 ああでそういうのが濃淡勢になってくんでしょうああ終わりだよ、これ。台風配信とかでもめっちゃ心配されて。だからだ富士山でもやたら心配されて。なんか、レスキュー呼ぼうかとか言ったらもう、そういうことだろねえ。え増えてくるんだよ、これは。なあ。どうするんだよ、これ。え濃淡税。でも大丈夫だよ。あの、言ってたよ。トロサーモンの久保田が。途中から応援したやつは、全員いなくなるらしいです。 売れる前からとか初期の頃から人少ない時から応援してくれるファンほど残るとまあ配信で言うリスナーねうんあの途中から入ってきたやつはいなくなるからなっつって最初からずっといてくれる人の気持ちを一番大切にしろよって言って切り抜きでトロサーモン久保田の動画回ってきたマイク傾けながらこうやって言ったの「あお前な」つって,ってあの「覚えといた方がいいよ」って、うん「これからいろんなファンがつくかもしれないけど」つっ,って「そんなのどうでもいいんだよ」 あの、お前の最初の頃から応援してくれてるファン、それ一番大切にしろよ、とかって言ってた。うん。まあでも別に、そこまで極端に途中からのリスナーとかを毛嫌いする必要はねえけどな。別にいいじゃん。途中からでも。で、途中でまたいなくなったとしても、一時でも別に好きだよ、楽しいよって言ってくれたらいいわけであって、そんな別に毛嫌いする必要もないけどね。だって新規もある程度大切にしないと子さんにならないから。だって子さんはストックだから。わかりやすく言うと。 減っていく一方なんですよ、子さんっていうのは。例えば、一番初期にいた100人の子さんリスナーは、日が進めば進むほど、時が経てば経つほど、99,98,97って減っていくから、ストック見たらもんだから。そうよ。だって、二度と増えないから。だってそうじゃん。リスナーが、何年放送を見ても、先輩を超えることはないんですよ。先輩を超えるのは、その先輩が、いなくならないと超えないんですよ。 だってあなたが一年見たら先輩も一年見るわけですから。ってことは長く見た人を追い,追い抜くことはできないんです。ってことは、初期にいた子さんっていうのはもう新しく作れないんですよ。そう。その長さっていうのはね。なので、あの、ストックみたいなもんだから、うん。なんで減る一方ですからね。だから新しい子さんを生み出すためには、 新規を獲得しなきゃいけない。その新規が長く見てくれれば、例えば古参の人が10年で放送を見るのやめたら、新規がまた10年見たら同じ10年になりますけどね。時間としてはね、内容違うけど。なんでまあ、そのトロサーモン久保田が言ってるのは一理あるけど、全てではないとは思うけどな。やっぱし新規も大切にしないとどうにもならんですからね。でね、あの、古参しかいない配信ってね、新規入ってこないんですよ。うん。あのね、新規はね、空気感で一発でわかる。あ、この配信こうなんだ、ああなんだ、みたいな。 そう。あの、子さんと新規が入り混じってるから、新規が入ってくるんだよね。そう。ね、どっちも大切なんだよ。なんだろう。盛り上げる新規と、あの、ポイントポイントで面白くする子さんみたいな。例えば、富士山登ってても、煽る奴がいて、応援する奴がいると面白いじゃん。うん。なんか混ざるとね。まあ、その辺大事かなと思いますけどね。次、TikTok も見ましょう。TikTok。TikTok も YouTube のようにデータ見れます。はい。 ティックトックは、えー、男性が71%で女性28%、その他1%。やっぱティックトックやっぱ女の人多いからね、YouTube よりね。うん。まあ、やはり YouTube よりかは比率また変わってくるかなって感じでね。女性の割合が上がってきますね。うん。1%はわかんないです。はい。<laughs> 1%わかんない。あのー、辞任されてる方じゃないですかね。もしかしたらね。どうなんでしょうね。何かしらを辞任されてる方じゃないかな。 男性71%、女性28%。あとなんか、TikTok って、夜中に起きてる人が見てるイメージあるんだよね。YouTube より。そう。なんか、しかも、あの、トップページが見やすいじゃないですか。パッ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 パパみたいな。そうあの。夜勢の人が見てるイメージがあるから、なんかやっぱ女性の割合も上がってくるのかなっていう感じはする。流し見してる。ね。ポイントこじるためっていう。あと、あの、投げ銭すごいじゃん、TikTok って。で、 やはりねグッズにしても投げ銭にしてもそうなんだけどやっぱ女性強いのよ、うん、男が男にあんま投げないよね男もやっぱり囲ってる女生 c とか投げるやんニコ生で言うならねニコおじがねそう,そうでツイキャスとか TikTok とかふわっちもそうだけどやっぱ女性がさあの男の配信者に投げるイメージあるもんねそう投げ銭しすぎてやめたうんで TikTok なんか特に額もすごいし女性の力が強いのかなっていうふうに思いますけどもね ああ、あとあれだ。年齢別だ。TikTok。すごいね。こう、<laughs> もっとやっぱり若い子多いね。18から24、52.9、25から3 0 22.5になったもん。YouTube より多いわ。だって75、75%でしょ。75.4%が俺より年下という。うん。すごいですわ。これ。半分以上どころじゃない。うん。75%よ。 でもこんなに若い子が多くてまあうちではないけど TikTok ライブで投げ銭多いのって不思議だよな若い子たちはひたすら見て年齢層高いところが投げてるってことなのかねってことはこの数字で言うなら俺は TikTok ライブやっても全然稼げんってことやな <laughs> だって俺より年下がそんな持ってるか怖いわ逆にだって俺高校生の頃お小遣い3000円だよ1ヶ月 無理やん TikTok のわけわからんサングラスのアイテム投げたら終わりやんねえあんなんなら子供も課金できないだべだから一番投げれそうな35から55ぐらいまでが20%ちょっとしかないからね20%のうち多分投げるのって普段俺お茶ょこの前多くて1600人なんですよアベレージ5000で考えたら半分以下なんですよ なったらこれ20%の半分以下だから多分7%ぐらいしか投げないんですよ全体の、うん、全体のっていうかこの35歳以上でもさらに7%とかだから稼げないんですよね俺多分 TikTok ライブやってもこのデータからすると、うん、厳しい相当厳しいなのであのー、TikTok ライブで例えば01とかね稼いでる人たちの年齢別知りたいよね多分35歳以上に厚みがあると思うよ俺は うん、厚みがあると思う。で、逆に閲覧すごい多い人は、未成年とか若い子たちに厚みが多い気がするな。うん、そうじゃないと闇だよ。18から24とか <laughs>、その辺で、バッコンバッコン投げてたらちょっと怖いわ。うん。どこからっていう、ちょっと闇だろ。あと、あのー、30前から40代の人で、小金持ちって一番調子乗るんですよ。 一番投げると思う。要するに月収が上がってくるんですよね。30万、50万、100万、200万、300万で上がってくるんですよ。で、大体、なんかいろいろネット見てる感じだと、やっぱり100万超えてくると、調子こい、調子こいててくるんですよね。そう。金遣いもそうだけど、怒りがちになったりとか、買い物増えたりとか、お金使ったりとか、旅行行ったりとか、海外行ったりとかってのが変わってくるんですよ。なら、あの、TikTok で言うなら、 やっぱ、40代ぐらいの男の人が結構やってると思う、俺。そうなんやって。で、さらに収入が増えるとおとなしくなる、ね。なんとなくですよ、イメージで。あ、ちなみにちょっと遅くなりましたけど、YouTube の、これもすごいデータでしょ、これ。ねええー、1ヶ月、8月8日から9月4日までの再生数ランキングです。はい。再生数ランキング。どの動画が一番見られていたのかというところなんですけど、視聴回数っていうところで、はい。 もうショート、ショートだね。うん。ショート。意味わからんやつに絡まれたっていう。まあこれ多分東京徘徊物語で、あのー、突されたやつだね。うん。で、この突してきたやつってしょっちゅう突きてて、もう半分リスナーみたいなもんやん。で、なんか前にコメント書かれてたけど、とある女性配信者に粘着して、そこをできんくやったやつだと思うんだよね。 うん。とある女配信者に粘着してね。ほんでなんか新宿で多分ブローロしてんでしょ。だから俺が配信やってると顔出しに来るってやつで。だけど多分 YouTube のショートで見る人っていうのはそういうの知らないから、本当にやべえやつが絡んできたと思って見てるんですよ。うん、そう。うん。あれ、ちゃんと動画見たらわかるけど、まあ、リスナーやん。けど、パッと見た人はそういうのわかんないから、あ、ほんとやべえやつに絡まれたんだなっていうので、多分繰り返し再生して、多分再生数がついてんのかなっていう感じです。ね。 ね、始発前の池袋駅はまずこれずっと伸びてる。これ、これもうね、ノリラジの中でね、モンスター動画だね。ショートで2000万再生超えてて、未だに見られてるっていうところで、まあ、ノリラジを知るきっかけになった動画と言っても過言ではない。あの、池袋の朝でラジオ体操、ラジオ、流したやつあったじゃん、なんか。うん。はい、皆さん起きてーみたいな。そうそうそう。あれですね。で、あとま、最近あの、急上昇でこう、バーって今、伸びてきている、えス、ー、安子に応援突してみたとか、 あと、人助けしてみたは、これはあの、先日やつですね、先日。外配信してて。またこれも起こすやつだね。レディースエ e s and g e n t l e うユニバーサルってやつやね。勧誘されたは、8月15日の、あの、九段舎での配信で、検証会で新聞渡されて、お前、検証会やろみたいな言ったやつね。あの、地震が来るとか言ってるよね、みたいな会話のやつ。ねこれにビビらんやつおるのは、これなやろ何やろこれカカシ、かかし これにビビらんやつおるの。多分かかしかな。うん、そう。え、でも閲覧注意って書いてあるな。タイトルでかかしっぽい気がするけど、違ったらごめん。で、総価学会の街を紹介しますは、もう先日の外配信やね。やっぱ外配信の気抜きが結構強いなっていう。やっぱ東京徘徊とか楽しみにしてる人も多いんで、配信すると次いつやるんですかみたいな。あのー、声もよくあるしね。まあ、だけど東京徘徊ももうちょっと幅広げていこうかなとは思うけどね。できる限りね。同じところぐるぐる回ってもあれなんで、なんか結構リクエストあるんだよ。足立区行ってくれとか。 そう、北千住あたりも行ってくれとか。まあ、ゴール新宿とかでもいいけど、スタートちょっと変えてくれねえかとか。八王子が見てみたいとかっていうのもあるんで。その、動画はね、こうやって、外会社の切り抜き受けるけど、やっぱ一番大事なのは生放送なんで、生放送を見てるリスナーがやっぱ同じところすぎると、あ、またかーっていう感じになるんで、まあ、何がある、なしにせよ、街変えてくれるだけで、多分リスナーの新鮮さが増して、 お、今日違うんだって感じになるから、なんかまあそういうのもありなのかなとは思ってますけどね。まあこれはあくまで動画のね、データでございますが、リスナーに問うというのは、生放送ではどうなのかというところで、はい。これ動画なんで。やっぱ一番大事なのは生放送。今これを見てる人たちの性別今これを見てる人たちの年齢ちょっと久々にちょっとアンケートを取って、あの、見ていこうかなと思いますんで、あのー、ぜひともね、今ね、寝転がってるやつもね、ちょっと押してほしい。うん。 押してほしい、これは。これ、真面目なやつなんで、ふざけないでほしい。うん。正直にお願いします。正直にアンケートだけは。で、あと、どこから石川の影響を知ったかっていうのも聞きます。この放送で。例えば、ツイキャスで俺を知ったとか。いや、もっと前のニコ生ユーストだよとか。いや、YouTube から来ましたとか。っていうのもちょっとアンケート取りますんで。素直にお願いしますよ。本当にね。はい。えー、男性、えー、にょ。性別です。GO! アンケートを開始しました。お答えください。回答しました。<laughs> 50、50? えそうなんえ <laughs> あ、そうなん男性50。女性50。ええー。そうなん ?2 人押してない。そんなきっぱりいく はあ、そんなきっぱりまあでも、いいでしょう。はい。年齢、いきますはい、お願いします。こうなりました。えー、一番多いのは40から49が26%。2位は30から39。3が20から29。ってことは、これちょっと分かり、わかりづらいよな。1番とかいらないんだけどね。なんで、えー、っと、未成年が11%。 ってことか。やっぱり、高齢化ですね、これね。わかりにくいけど。30代以上が ?51。70%ってことだもんね。30歳以上が70%だよな、これな。そうだよな。んで、30歳未満が30%。うん。そういうことですよ。30歳未満は30%。高齢化ですよ、これ。どう考えても高齢化だよ。どう考えても。 風呂1時間以上入るやつが70%以上もいる。ねえ、年寄りって風呂長いからね、ゆっくり入ってるからね。疲れが取れないから。うん。困っちゃうな、これな。いや、シャワーもいる。ねえ。入らないやつもいる。いろいろいますね。やっぱそうだ。ノリラジは高齢化だわ。だって、30代から30、30代の30から39から25%で、俺より年上が一番多いんだもん、世代で。 40から49、26%もいるんだよ。ね、全体の4分の1だよ。やだ俺り年上がさ、のりちゃん今何やってるの体調大丈夫今日放送何時までおやすみとか書いてるかと思うと殴りたくなるな、マジで。本当にムカついてきたねだそういうことじゃん俺り年上のさ、40から49のやつらがさ、クソみたいな質問をさ、毎夜毎夜ぶっ放してるってことだろファックじゃねえかなあおいで、しかもさ、 50代以上が19、19%もいるえぇ、ー、嘘だろえ、ちょっと待って、計算して。8000人のうち19%って何人だよ何人だよ、お前。ちょ、計算しよう、計算しよう。ちょっと誰か頭いい人いる ?8000 かける 0.2?1600? はぁねぇ。1600人も50代以上がいるの ?1600 人あ、そう。 若いやつにはまだまだ負けんよじゃない。コメントから加齢衆だよ、もう。そういうこと言ってるからだろ。すげえいるな。本当にやば。もういいんだけどね。悪いって話じゃないんだけどね。へいやでも、ンケ3000人も答えてくれてありがとう、でも。うん。前500人ぐらいしか答えてくれなかったから、今日はわりかし答えてもらってる方だよね。マジでさ、あの、指音だけのやつ多すぎない ?4000 人はアンケ答えようよ、半分は。せめても。 何してんのちょっとトラックのうんちゃんは一回さ、パーキングに止めて答えてくんない仕事中のやつはさ、タバコ休憩行って答えてくんない指音だけ多すぎだろだって。撃てるだろさすがにアンケートくらい。コメント書けって言ってるわけじゃねえんだよ。タップはしてくれタップは。指だけ多すぎんだよ。なあ。答えてって言ってるじゃん。そういうとこなそういうとこ。配信に参加するってのはね、こういうのなのよ。参加してよ。ちょっと。<laughs> 指先多すぎでしょ。<laughs> ね本当に。なんでラジオ代わりなんだよ。普段はいいけど、これは答えてよ。ね久々なんだから、ノリラジ分析。次。えー、どこから来たか。うん。出身。んな,なんて聞こう。どこから、えー、どこで、えー、知りましたか。初めて石川のりゆきを見たサイト。初めて石川紀之を見たサイトは、 いや、これ大事よね。ニコニコ生放送。ここね、ちょっと古いのはね、ひとまとめにするね。ちょっとね、どんどん、あの、いっぱい増えちゃうから選択肢が。一緒にしますね、ここはね。ちょ、みんなお願いしますよ。お願いしますよ。押してくださいね。ほんと。今日ぐらいは、知りたいんで、素直に。はい、来ましたまあ、そらそう,うわあそらそう,うわー、やっぱ追決半分閉めた。わはは子さん少な死んだ死んだ子さん子さん死んだぞなあ。 あ、待って。結果消えちゃった。ちょっと待って。こんな感じなの。俺がすげえ顔でかくなったみたいな。うん。えー、ツイキャスが51%で、えー、YouTube が27%、えー、ニコ生ユーストとかの他使ってたサイト18%、TikTok2%、TikTok SNS が1%ということで。なるほどね。だいぶ YouTube から来てるね。古参より YouTube の方が上回ったか。ついには。古参より YouTube の方がね。 ティックトック少な。ティックトック。2%って。全然来てない。顔のサイズ変わってなくて、変わってるよ、お前。全然違うだろ。こんなくな、顔でかくねえよ、お前。画面占有率38%くらいあるじゃねえかよ。なあ。こんな顔でかくねえよ、動いてねえじゃねえか、しかも。色も違えし。こんなまだ高山病見たら顔色してねえわ。こ、俺、こ、 <laughs> こんな顔でかくないだろ、俺。ねえ。<laughs> お前、身長183センチのほとんど顔じゃねえかよ。なあ。三等身か、俺。なあ、ほんとに。ちょい背の高いドラえもんじゃねえかよ。なあ。へえ、まあ、でもさすがツイキャス。やっぱ半分は。そりゃそう。そりゃそうよ。何のためにツイキャス使っとんのってなるからね。まあ、半分はいてくれたか。で、ね、YouTube27%。ま、あでも、子さんも18%いるっていうのはまだ。 そうね。まだいるかって感じだけど、1桁だったら寂しいけど、ま,あ、まだでも18%はいるっていう。多分子さんもアンケートに答えるのに、多分指相当重かったと思うよ。めんどくせえみたいな。多分普段コメント書いてないから、絶対ロボってるから。見てるとしたらね、たぶ今日めんどくさくて押したと思うよ。うるせえよ、お前、アンケートみたいなの。いいんだよ、俺たちはよ、みたいな感じで。でも、しょうがない押すかみたいな感じで、たぶん、ニコ生マ u ストリ e ムにポチッと押したんだよね。だるーとか言ったら。なるほどねー。うん、まあまあ、でも、 ま、こんなもんか。ツイキャス半分か。へえ。ってことは、ってこと、あ、でもでも合ってるわ。だってさ、まあ、アベレージさ、まあ、4000とか5000とかやんか。うん。って考えると、今の人数を半分に割ったら4000人じゃん。だから今、8000いるのは、そういうことでしょ。古参や、YouTube とか他のサイトから来てくれた人がいて、増えてるってことだよね。合ってるっちゃ合ってるもんね。ツイキャスだけだったら4000やんもんね。 うん、でそこに子さんが1,000人何ぼいて5,000とか6,000ってことやろ合ってるよほんでさらに2,000人ぐらいは YouTube から来た YouTube や TikTok や他から来たってことやろ合ってるわだから上乗せ具合はだから YouTube から来てくれた人達たが来年飽きたとしても俺は5,000人はいるってことだねなんとか <laughs> なんとかそういうことだよねへえいやこれはでも面白い私はいつまでもやりますよろしくお願いします 僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! よし